えりもみさきえりもみさきえりもみさき。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成えりもみさき風の館えりもみさき岩将軍、えりもみさき下避えりもみさきとよにだけから俯瞰えりも、みさきえりもみさきは、北海道滅泉郡えりも町えりもみさきに属し、太平洋に面するみさき。 北海41度55分28秒、東経143度14分57秒。北海道の形を大きく表徴する自然地形の一つである。日高山脈の最南端で太平洋に向かって南へ突き出した岬である。海上にまで岩礁群も伸びている。日高山脈の南端部に位置するものであり。 沖合7キロメートルまで岩礁が連なる。岬の周囲は高さ6 0ルに及ぶ岩崖となっており、三段に及ぶ海岸段丘が発達している。眺望が明けており、日高山無役エリモ国定公園の中核をなす観光地となっている。風が強いことで知られる。風速が計測できる全国900以上の山岳を除くアメダス地点で年平均風速が 最も大きいのが、襟裳岬の観測地点である。1981から2010年の年、平均風速は秒速8.2メートル。風速10メートル以上の風の吹く日が年間290日以上ある。岬上の襟裳岬灯台は、海抜73メートルに位置し、光たち22回り。 1889年に初点灯した。他に無敵が備えられている。2009年4月10日までは無線方位信号書も備えられていた。沖合で暖流の黒潮と寒流である親潮とがぶつかり、濃霧が発生しやすいためである。また強風が吹きやすいことでも知られる。地名の由来はアイヌ語のエンドゥム、またはエルムンなどがある。 エリモ岬周辺は良質な昆布の産地であり、江戸時代後期より水産資源を求めた和人が移住した。明治になると開拓農民も加わり、水地や暖房用の焚木として海岸林を伐採した。さらに、明治中期には牧場が開かれたほか樹木が、養子のパルプ原料とみなされたため植生破壊に白車がかかり、ついに陰山道然の状態となった。 強風で飛散する砂塵は屋内にまで舞い込み生活に支障をきたしたほか、海中に砂が蓄積され昆布が生えなくなり、酒や海遊業も去ってしまった。事態を見た、林野町は1953年以降地産事業を開始した。まず砂地に、総本の種子を巻きつけたが、強風によりすぐ吹き飛ばされてしまう。そこで巻いた種子の上を、ゴタと呼ばれる雑多な海藻で覆い、 地面に固定する方法を編み出した。この工夫により総本緑化を完了。その後、暴風垣で覆った上で黒松を中心とした植林が行われ、1999年度末で高配地面積のほぼ89%にあたる170ヘクタールの木元緑化を終了した。緑化の経緯は NHK の番組プロジェクト X で取り上げられている。 2006年9月には天皇皇后の行幸があり植林された黒松林を見学している。襟裳岬に立つ石踏みには後に植林の苦労を忍びような歌が刻まれている。襟裳岬風の館からのアザラシ観察襟裳岬は豊かな自然環境に恵まれており銭形アザラシの最大の生息地であり、風の館から個体を観察することができる。 ありがとうございます。